開始から3ヶ月が過ぎた NHK 大河ドラマ、麒麟が来る、で、織田信長の妻、機長役をめぐり、やっぱり沢尻、意外性のある川口、との声がネット上で上がっている。長谷川博己演じる明智光秀が主人公の今年の大河。光秀が本能寺の変で討ち取る主君、信長の妻という重要な役が、薬物事件で逮捕された沢尻絵里香、34、から、初回直前になって急遽川口春奈、25、に差し替えられたのは記憶に新しい。その機長が、池畑俊作氏脚本の今作で、このところの、作詞、ぶりが話題に。26日の第15回では、信長に反旗を翻す一族の彦五郎、織田信友、から囲碁に誘われた義理の叔父、信光に、行ってお家になれば、よろず肩がつくというもの、と不敵な笑みを浮かべ、打つ、を示唆。信光は彦五郎を暗殺した。13、14話でも策略を巡らす姿が書かれた貴重。ネット上では、川口さんのイメージに合わない感じ、今回の機長なら沢尻さんがぴったり、沢尻ならもっと凄みがある感じだろうな、といった反応が見られる。悪女イメージのある沢尻の方が、作詞にふさわしいということのようだ。国民的作家、司馬遼太郎氏原作の大河、国盗り物語、1973年、では、松坂慶子演じた貴重、濃姫、の愛らしさが目立った。同作では触れなかった離婚歴も、麒麟、では父、斎藤道山が仕えた美濃の時一族に二度と継いだ、罰に、だったとされ、これも視聴者の驚きを呼んでいた。いわば従来の人物像と異なる貴重だが、作詞と川口の取り合わせはむしろ、意外性、があると好意的な意見もネット上では見られる。沢尻の作詞よりも川口の方が新鮮さを醸し出し、前出の暗殺示唆については、おじさんキラー感抜群、との印象も寄せられた。視聴者にとっては交代当時に続き、川口と沢尻を想像の中で比べながら見る楽しみが膨らんだようだ。